日常演舞の食文化にようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。では番組の前でのクリームを頬張る渦巻きたケーキを食べたいと思います。クリームを頬張るってことはこの下にケーキ、抹茶ケーキが入ってくるんですけど、本当にファミリーマートでこの子の生クリームもりもりが得意ですよね。それではチャンネル登録よろしくお願いします。上の方にはちょっぴりですけど、まあ、ちょっと相性のいい同じ小豆も入っています。それではこんな感じになってます。ではいただきます。本当に濃厚でスポンジのシュワッとした口の中に残すので、それが抹茶の濃厚さを口の中に広げてくれてとっても美味しい。生クリームもさっぱりしていて、中に入っている抹茶クリームと混ざるとまた違った味わいが広がって良かったです。抹茶が好きな方にはぜひおすすめしたい商品ですので、こちらの点数化させていただきます。ご視聴ありがとうございました。お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。